三島大橋は、福島県大沼郡三島町にある道路橋である。三島町中心部北側を流れる一級河川阿賀川、水系忠美川にかかり、三島町道宮下名入線を通す。南詰めは、三島町宮下あざかをつ北詰めは、三島町名入りあざ城赤屋に位置し、国道401号と定時路で接続する。町内で、最も人口の多い町中心部の宮下地区と、 ただ見川の対岸にある二番目に人口の多い西方地区、その間の名入地区を連絡しており、特別豪雪対策県代行事業として1972年9月に事業化され、1975年10月に竣工した。欄が上げた部分が赤く塗装されていることが特徴である。東京寮は三島町各地区の連絡を強化する役割のほか、金山町、柳津町、 昭和村といった周辺市町村から宮下地区にある福島県立宮下病院への緊急輸送ルートに北岸で接続する国道401号とともに指定されている。これは宮下地区の国道252号から病院までのアプローチ路線である福島県道237号、小栗山宮河川の道路状況が悪いためである。しかし、豪雪地帯ゆえに 構造物の老朽化が激しいにもかかわらず、小規模自治体であるため町の技術職員の不足や財政上の課題により調査、修繕の事業化に至らなかった。2013年の道路法改正により、国土交通省の道路メンテナンス技術集団による直轄診断と直轄修繕代行事業の制度が新設されたことから、2014年9月29日より国による 直轄診断が行われた。二千十五年に一月十五日に結果が町に報告され、ランガーゲタの高力ボルトの破断、脱落と塗装、昇番の劣化の進行が判明した。そのため二千十四年五月十四日に全国初の直轄修繕代行事業として、三島町から国土交通省東北地方整備局に引き継ぎが行われ、同年十月二十七日に寄港、 2017年4月17日に完成式が行われた。ありがとうございます。